鉄道開業時に用意された、イギリス製の1号機関車、東京高輪鉄道蒸気車走行の図、歌川国記、1870年日本の蒸気、機関車誌では、日本における蒸気機関車の歴史について記す。1853年に、田中九十らが製作した、蒸気機関車の雛形型カ年間に伝来した蒸気車、日本では、 実物の蒸気機関車よりも早く模型の蒸気機関車が登場した。江戸時代末期の1853年、ロシアのエフィムプ・プチャーチンが来航し、蒸気で走る模型を披露したり1854年、アメリカのマシュー・ペリーが、江戸幕府の役人の前で、模型蒸気機関車の走行を実演にした記録がある。また、1853年、佐賀藩の清錬法であった。 田中久しえ、中村木、タスク、石黒漢字らによって、外国の文献を頼りに、機関1 3 0ト、mm、ルの蒸気機関車や、蒸気船のひな型が制作された。また、加賀の王の弁吉が、蒸気機関車の模型を作った記録がある。さらに、同時期に、長州藩の中島自兵が、長崎で購入したか、木戸高吉が、パリで購入したと伝えられる、ナポレオン号が、 山口県立山口博物館に保存されている。これらの機関車は2003年に国立科学博物館で開催された江戸大博覧会で展示された。佐賀藩以外にも宇和島藩で伊達宗成が蒸気船の模型を軍学者である大村松次郎と長陳屋の吉蔵に作らせたとする記録がある。このように日本では 実物よりも先に模型の方が完成したことにより、実物の導入以前に、すでに蒸気機関の原理や構造への理解が習得されていた。日本の鉄道は1872年に開業したが、この時、投入された車両は1号機関車などであり、すべてイギリス製の車両であった。明治政府が発足して間もない時期であり、 実物の製造技術のノウハウが乏しい時期であったため、当然の判断である。その後、官営鉄道では、イギリス様式の鉄道が建設されたため、車両も、同国からの輸入が多かったが、北海道の官営ホロ内鉄道では7100、型など、アメリカ様式による、施設、車両が導入され、九州鉄道では、ドイツ様式を採用した。 日本初の国産機関車860系最初期の国産蒸気機関車230系鉄道技術の国産化は明治政府にとって急務であった。政府直営はもちろんのこと民間車両工業の勃興を拡作して大阪に汽車製造、名古屋に日本車両製造を設立し積極的な展開を図った。 海外より輸入される機関車のコピー生産を民間各社に発注し技術力を磨かせるとともに、技官を海外へ留学させ自主設計の学術的、技術的な地盤を固めてゆく。1893年に、イギリス人技術者の指揮のもと、日本初の国産機関車である860型が、鉄道庁神戸工場で製造された。そして1902年には、 汽車製造がイギリス製の A8 型を模倣して230型を量産している。しかし基礎技術について自信を深めるには明治の末まで待たねばならなかった。また車軸など特殊な構成部品の国産化は第一次世界大戦による輸入品と絶後になった。大正時代に入りようやく日本でのオリジナルの設計の艦船用蒸気機関車が 登場し始める。その初期の成功例が貨物用の9600系であり、旅客用の8620系であった。両機関車の多くは国内民間メーカーで生産され、これをもって蒸気機関車国産化の体制はほぼ整ったと言える。特に9600型は引退してゆく後続形式を尻目に日本の蒸気機関車の終焉を見届けるほどの長命を 保つことになった。C51 系蒸気機関車、対象初期に最初の本格的な量産型国産機である9600系及び8620型が成功したことで、以後国内向けの蒸気機関車は国産で賄われることになった。第一次世界大戦後の公共による輸送量増大に伴い、鉄道省は蒸気機関車の さらなる性能向上と標準化を推進した。その結果、大型の旅客機18,900系及び貨物機9,900型が大量生産され、以後、第二次世界大戦後の1948年までに、各種用途に対応する蒸気機関車が登場した。これらの蒸気機関車は、一部の例外を除けば、外して実用上十分な信頼性、耐久性を備え、 戦前、戦後の鉄道全盛期を通じて1976年の全敗まで各所で活躍した。多種動力方式への注目は早く、1903年には、島やすじろが高速電気鉄道研究協会の運転を見て、鉄道電化の必要性と高速化の可能性を報告している。翌1904年8月に、後部鉄道が電車運転を開始すると、 機関車の動力に電気を応用することが考えられた。水力発電により石炭の節約ができる蒸気機関車と比べ電車や電気機関車の引き出しの早いこと、性能に勝る電気機関車を作り線路の輸送力を増加させられるなど利点が多く蒸気機関車から電化への考えに至った。さらに電化によって煙がなくなることは乗客や 住民の望むところであり、トンネルの多い区間においては乗務員の労働環境改善につながった。これに加えて民間レベルでは、蒸気運転は20世紀の乗り物とは思えない時代遅れとの意見もあり、1909年に電化調査委員会が設立された。こうして明治から対象にかけ電化計画が調査され、鉄道電化の方針が1919 19年に、 決定される。これは、無塩化による、近隣住民と、乗員乗客の環境改善と構造上非効率な、蒸気機関車の淘汰による、石炭節約と発電所開発による、国力増強が目的であり、一部区間は、経済効果を無視してでも電化すべきとされ当時としては、画期的な計画であった。1922年には、対象17年までに、 東海道本線の全線電化が決定され、まず東京構図館及び大船横須賀館が電化されることになった。だが、1923年に起きた関東大震災で工事が中断してしまい、すでに着工されていた蒸気区間の電化が完了したところで計画は停滞状態となる。さらに東京構図館の電化のために一括してイギリスに注文した。 電気機関車の品質が悪く安全運転さえできない、ありさまで、効果であることばかりが目立つ結果となり、電化の実施を遅らせた大きな原因となっている。1929年度に一部計画を見直しの上で予算計上がされたが、世界恐慌の影響を受けた、緊縮財政により再び工事は中断してしまう。 自家用の川崎火力発電所や品野川発電所の建設を進め、電力の確保に努めるなどの進展もあったが、戦時下に入りこれらの計画は下火となっていった。電化計画は遅れる一方であったが、蒸気機関車に追い風は吹かず機動車開発に重点が置かれるようになり、早くも1933年には高速機動車の研究が開始されている。 軸量の大きな蒸気機関車では、保線当局の反対から、高速運転が不可能であり、鉄道の将来を考えると、ディーゼルカーの開発は、不可欠と考えられたためである。石油は、船のために使用すべきで、鉄道は水力により電気運転を行うべきという、意見もあったものの、一連の開発研究は、キハ4万2000型や、 機派4万3000系機動車の開発を経て、超特急機動車の構想も具体化しつつあったが、こちらも戦時体制に入り計画中止となった。こうして、日本の蒸気機関車技術の発展は、狂気のハンディキャップを差し引いても、同時期の欧米の水準からは、一貫して遅れた状態であった。諸外国での技術革新の導入は、蒸気機関車の分野においては、 国産化が達成されたとする大正期以降、ほとんど行われなくなっていた。これは当時、日本の基礎工業力が低かったことによる。加えて、鉄道省で1920年代から30年代にかけて、動力者設計を主導した、朝倉貴一や島秀浦主流派技術人は、電化やディーゼル化による近代化を考えていたこともあり、 蒸気機関車の根本的な技術面での冒険を恐れ、ドイツ系、それも体系動輪をゆっくり駆動する、プロイセン流のやや旧式化した手法を踏襲した。もっとも、英国などを中心に見られた動輪を高速で駆動する手法は、軸焼けやクランクの妖怪に悩まされ続けたルナー A、4型蒸気機関車、高速運行で良好な成績を残しながら、 走行装,装置の摩耗損傷からそれを禁止された、イギリス国鉄旧海型蒸気機関車などの例もあり、現場の労力や国家の工業力から見て正しかったかどうかは不明である。さらに、体系動輪をゆっくり駆動する手法は戦後の各国にも見られ、例えば 1750mm 動輪で 100kmH を想定した機関車は、 ポーランドオール49やチェコ475.1などが存在し、客観的に見て本当に旧式化した手法であったかも、不明である。米英をはじめとする諸外国における蒸気機関車の技術革新導入に及び腰で、採用した場合も本来のメリットを損なう独自改変を加えることが多かった。技術導入に、 積極的な技術者は省内部で礼遇されがちで、早期に民間逃げや、あるいは、日本資本で、先進技術導入に寛容であった、南満州鉄道に転じる事例もあった。結果として、鉄道省、日本国有鉄道の蒸気機関車の技術水準は、C51 系、D50 系の段階で停滞し、以後は、ボイラー圧力のある程度の向上や電気、 溶接採用などの部分改良が成功した程度で、本格的な新技術の導入はうまくいかないことが多かった。感染用蒸気機関車の実用最高運転速度は、補線側の反対もあり、戦後まで実測 100km 未満にとどまった。なお、例外的に重油平燃焼装置の独自開発に成功しており、改造が容易ながら燃焼率 550kg、 キロメートル H 以下の場合で30%以上の石炭節約、小煙効果と、糖炭量の減少による、労働環境やサービスの改善、引っ張り定数、または速度を10%向上といった絶大な効果を発揮している。C62 型は、1954年に、東海道本線木曽川橋梁上で、時速129キロメートルという、 狂気鉄道における蒸気機関車の速度記録を樹立した。これはピン結合トラスという古い型のトラス橋が将来的な高速運転に耐えうるかを確認するための一連の速度試験で得られたもので、様々な制約から C62 系短期での走行という特殊な状況下で成立したものであった。鉄橋までは10パーミルの勾配とわずかにカーブがあり、 スピードを出す条件としては最悪であったことに加え、鉄橋上の通過後にブレーキをかけることになっていたため、まだ C62 型に余力が残された状態での記録であった。同時期の国鉄では、電車や電気機関車でも時速 120km 超過の速度試験が行われていたが、 こちらは営業運転とほぼ同等の条件で実施され、また欧米の最新技術を採用した、半和電気鉄道や新京半鉄道といった、関西施設では、戦前の段階で、すでに実速1 2 0トルを超える高速運転が、営業列車で、向上的に実施されており、蒸気機関車の設計技術は立ち遅れていた。ただし、 蒸気機関車が電車などと比較して劣っていることは日本に限ったことではない。一例として1938年に蒸気機関車最高速度2 0 3トルを記録したマラード号であるが、この速度は1903年にドイツの高速電気鉄道研究協会ですでに樹立されていた速度であり、機動車では フリーゲンダーハンブルガーが1936年に時速 205km を記録している。鉄道車両の高速運転実現に必要な理論解析、特に機関車の振動への考察にかけ、この問題は第二次世界大戦後、鉄道総合技術研究所へ空気省で航空機のフラッター対策を研究していたスタッフが加入するまで、ほとんど名をざりに付された。 日本の蒸気機関車技術は、その開発の終末期に至るまで国際水準に到達しなかった。本土は、もとより、日本の技術で運営される、標準機鉄道であった朝鮮総督府鉄道及び、南満州鉄道ほか中国大陸の鉄道も、機関車技術で欧米を凌駕するものではなかった。国鉄蒸気機関車に、明らかな技術的不備の多くは、機関士、 機関助子や研修員など現場職員の職人芸、名人芸的な技量によって補われた。その一方で研修技術のみは水準が高く修繕サイクルの効率性は1930年代にソビエト連邦から招聘を受けて現地指導を行ったほどであった。これは稼働率低下に悩むソ連が 各国の車両修繕状況の調査を行い、日本の修繕体制が世界一と結論を出し、要望したものであった。全般検査に関しては、先進国からも高く評価され、1930年代には6日で修繕が完了、その直後に仕業へつけるほどの最高水準を誇った。日本の記者は世界で最も安全で正確と言われるようになる。 過剰とも言える整備への配慮は、戦中の国士と戦後混乱期に効果を発揮している。蒸気機関車の稼働率は、終戦時に70%ほどであり、D51 型に至っては95%の数値を記録した。c 6 1系 C62 型が登場した1940年代後半、日本の鉄道は、極端な石炭不足に悩まされ、 主要感染などの電化を行ったが、全体の電化率は10%程度で、依然蒸気機関車が輸送の主役であった。そのため1950年代に入ってから C63 型の製造が計画されたこともあるが、工術の経緯で実現を見ることなく、1948年に e 1 0系5両が製造されたのを最後に、 国鉄における蒸気機関車製造は終了した。後に d f 5 0系の価格の高さから蒸気機関車の再生産も話題に上がったが国産ディーゼル機関車の開発が決定している。1959年に動力近代化計画が答申される。これには 昭和35年度から50年度までに主要線0 0 0区 5000km の電化とその他の線区のディーゼル化を行い、蒸気機関車の運転を全廃すべきである。そして、投資額は電化施設955億円、車両関連施設その他765億円、車両3145億円で合計4865億円としている、とある。 この背景に1 5 1系や1 0 1系に代表される1957年以降の新製の電車の登場や液体式変速機の実用化で1953年のキハ 10K 以降、長大編成運転可能となった機動車の台頭なども挙げられる。無塩化計画は、まず明治、大正時代に製造された古参の機関車と、幹線用の大型機関車から始まり、 ついで地方線区と四線区の中、小型機関車を置き換えていった。特に、東海道、山陽本線の電化は早期に進められたため、両線用の大型機関車は早期に余剰となったが、車体寸法や、軸重の問題で転用が困難で、一部が、クレ線、函館本線などの非電化の幹線に転用されたり、軽軸重化階層を施されて、 他の路線線にに転用されたたたりした他は早々に第一線を退いていてった小回りが利く小型機関車も DD16 型などに代表される軽量ディーゼル機関車の登場により存在価値を失った。正式機関車が比較的早く置き換えられた中、校内入れ替え用の蒸気機関車は後年まで生き残った。貨物ヤードでの重作業には DD13 型では 力不足であり、DD20 型が試作されたものの失敗に終わった。このため、大正時代に製造された8620型や9600型が使われ続けたが、1970年代に入って、デジュー型などの入れ替え用のディーゼル機関車が登場すると、次々と置き換えられていった。次第に数を減らした。 蒸気機関車は1974年11月に本州から1975年3月に九州から相次いで姿を消し、この地点で大半の形式が消滅し、北海道に C57 型、D51 系、9600系の3形式が残るのみとなる。この3形式による北海道内のローカル運用や石炭列車、入れ替え仕業が 最後の蒸気機関車運用となった。そして1975年12月14日、さようなら SL のヘッドマークを掲げた C57135 による室蘭本線室蘭岩見沢間の225列車が運行され、蒸気機関車牽引の定期旅客列車は姿を消した。この C57135 は、年明けの1976年5月に、 東京の交通博物館に改装、陸装され保存された C57-135 による225列車運行の10日後の12月24日に夕張線で D51-241 による石炭列車が運行され、本線上から蒸気機関車が消滅、年が明けた1976年3月2日に、 追いわけ機関区の9600型による入れ替え仕業を最後に保存目的の車両を除いて国鉄から蒸気機関車は姿を消した民営鉄道でも保存観光目的のものを除き同時期に蒸気機関車は姿を消し専用鉄道でも1982年の室蘭市における鉄源コークスを最後に蒸気機関車の使用は終了している日本における 営業用としての蒸気機関車は幕を閉じたわけだが、その後になって、なお、日本製の蒸気機関車が新たに登場している。1983年に開園した東京ディズニーランドのアトラクション、ウエスタンリバー鉄道用に、共産工業が1バイトテンダー機関車3両を製造した。燃料は重油専念である。テーマパークのアトラクションではあるが、 日本のものとしては珍しく本物の蒸気機関車を使用している。JR 西日本 C57-1、SL 山口号 JR 東日本 D51498、SL 奥利根号大井川鉄道 C11190 による SL 急行こうして姿を消していった蒸気機関車だが、蒸気機関車を近代産業遺産として保存する動きも出てくるようになる。 また、姿を消していく蒸気機関車を追うように1970年代前半に全国で SL ブームが起こり、函館本線木目上木名館や白尾線、布原信号場などに代表される撮影ポイントに多くのファンが押し寄せるようになり、全く鉄道に興味のない人まで蒸気機関車を追いかけるようになったのである。そしてこうした動きを受け、 ついに保存活動に動き出す。その走りとなったのが、1970年8月に、大井川鉄道が、西能鉄道から2109を譲り受け、同年11月に戦闘川根両国間で開始した、胴体保存運転である。その後、クラウス15、17や1275などの、胴体保存運転も行った同社は、国鉄から、 蒸気機関車が消滅した九百七十六年七月九日、ついに蒸気機関車の本線復活運転を開始した。これが c 十一二百二十七によるカワネロ号である。この復活蒸気機関車運転は大人気を博し、その後は c 五十六四十四を含む蒸気機関車を動体復元し、現在も実施しているほか、九百八十七年には、 同じく文化遺産保護活動を行う日本、ナショナルトラストが購入した C12164 も、胴体復元した。一方、国鉄も1972年の鉄道100年を、契機に、蒸気機関車の高級的な胴体保存に乗り出し、同年10月に、京都駅近くに、梅小路蒸気機関車館を開館する。開館当初は16形式17両のうち15両に、 車席があり、13両が有価状態であった。この保存機を用いて、東海道本線など都市近郊での運転実施が計画され、開館直後から1974年まで C62 型や C61 型を用いた SL ・白鷺号が京都姫時間に行楽シーズンに運行されている。しかし、その後労使問題の深刻化などの理由から、 保存運転は中断され、その間に営業用の蒸気機関車が姿を消すこととなった。財政悪化が深刻化していた国鉄は、営業用蒸気機関車の全廃という状況を受け、中断していた保存蒸気機関車の運転再開を計画した。前回同様、運行線区として、東海道本線など都市近郊での実施を予定していたが、 1976年9月4日に、京阪百年号として、京都大阪間で、蒸気機関車の運転を行った際、鉄道撮影を行う観客のマナーの悪さから、小学生が機関車に接触して死亡するという事態になったこともあり、断念、地方線区での高級的実施に方針を切り替えた。これに関しては、北海道の有毛路線なども、運行路線の候補に挙げられたが、 新幹線に接続し、観光地も多い山口線に白羽の矢が立った。そして1979年8月1日、国鉄復活蒸気機関車第1号となる C571 による SL 山口号が運転を開始した。その後、蒸気機関車復活運転計画は、国鉄再建の影響もあってか進行せず、結局国鉄時代は同列車が、 唯一のものとなってしまったが、1987年の国鉄分割民営化によって一気に加速する。さらに民鉄でも蒸気機関車復活運転が次々と行われるようになった。そして国鉄線上から蒸気機関車が消滅してから30年以上が経過した現在、各地で蒸気機関車復活運転が行われている。 日本の蒸気機関車の胴体保存は数は多いがいずれも C11 型やそれ以下の小型機に集中している小型機関車の方が保存維持にこすと手間がかからないためである産業遺産に理解がある国では保存鉄道や胴体保存機など文化財として保存する蒸気機関車の維持管理に政府の支援や民間のボランティア活動が盛んであったりする 列車の運転に際しても乗客がいわゆる寄付金を高額でも払って乗車するというケースが多い。撮影を目的に自動車で追いかけるファンもその趣旨に賛同してカンパを行う例もある。対して日本ではイベント列車に対する切符の販売は良好なもののこれらを政府が積極的支援することに国民の理解が少ない。また鉄道ファンについても 状態保存の要求をしながら、維持管理や支出といった活動については、消極的で、俗に言う、口は出しても金は出さない姿勢が非常に強く見られ、自身を誇示すべく、偏見と思い込みで、機関車や、技術者を貶める著者や、それに加担する出版社、編集者の存在も問題視されている。2016年現在、地方自治体が所有している。 C58363 と、非営利団体である、日本ナショナルトラストが所有している、C12164 を除き、胴体保存の蒸気機関車は、各保有企業が自力で維持費を捻出している。また前期の2社もそれぞれ JR 東日本、大井川鉄道が、その維持管理を請け負うなど多大な助力をしている。先進国の中でも日本は、例外的なほどに、 産業遺産の重要度に対する認識が低いとの指摘があり、例として狂気最大にして最速のタイトルを持つ C62K の唯一の本線稼動機であった C62-3 が資金難から運用終了となってしまったことや生態保存を謳いながらも実質放置されて口かけていたり、保存後に解体処分されたものが多いことが挙げられる。 昌平座科学文書の河田八之助がまたがって、乗車した記録がある。昌平座科学文書日記を参照。昌平座科学文書日記3、私文会、橋本昭彦、私文会、東洋書院2006年1月。i s b n 四十八億八千五百九十四万三3825。ニシッド b a 三百九十八万千八百八十一 x 1855年という説もある江土台、博覧会ただし、日本車両製造は、明治期には、客車や貨車及び電車を製造し、機関車は製造しなかった。機関車改良効果1914年7月20日付、大阪毎日新聞、父、島秀夫と、新幹線やりや2000年7月1日発行。 朝倉貴一の鉄道殿下の創業史鉄道時報明治40年2月9日、朝倉貴一の鉄道殿下の創業史、日本の鉄道史セミナーピアニッシュも、98、99、日本の電車物語旧性能電車編創業時から、初期高性能電車まで、ピアニッシュも、62、65国内初の、 長距離用電車といえる国鉄で破43,200、軽電車も被災した車両の代わりとして、京浜線に転用されてしまった。朝倉喜一と、高田高尾と記者の混弱蒸気機関車を送る第106回検診だより、 朝倉きいの鉄道電化の創業し http コロンスラッシュスラッシュ www.lib.kob-u.ac.jp スラッシュ d a スラッシュ jsp スラッシュ j スラッシュ c o n t e n t v i w m j s p 未程度イ,イコール 00102943& タイプイコール html ファイルポスイコール一通りを小さく回転数を上げれば 軸量を軽くしつつ、蒸気機関車でも高速運転は可能だが各部への負担は激増する。このため性能面は問題はないが、保守面から急行列車での運行を取りやめた、イギリス国鉄球界型蒸気機関車のような例も存在する、朝倉貴一と高田高尾と記者の混弱ディーゼルカーとディーゼル機関車。 幻の国鉄車両ピアニッシモ136、137 13、近代化のため蒸気機関車の技術者が礼遇されることはアンドレ・シャプロンやオリバー・ブレードなどのケースがあり珍しいことではない。今なお蒸気機関車が現役の中国では C51D50 と同世代の開放系を部分的に改良した建設型が使われている。同国では前進型に 南アフリカ国鉄26型蒸気機関車の開発者の協力を得て GPCS を搭載するなど新技術に関心を持っていたが技術面や保守面などから割に合わず不採用に終わっている。これを上回る速度を出したと噂される狂気蒸気機関車は国内と国外でいくつかあるが裏付けとなる記録が存在しない名古屋機関区で 蒸気機関車と反省を歩んだ人々の記録、蒸気機関車のすべて、P244 鉄道車両工業。蒸気機関車のすべて、P235 驚き。日本の底地から鉄道王国物語後、蒸気機関車のすべて、P193E10K の申請以降に、登場した、国鉄の蒸気機関車の新形式はすべて改造機で、 C63 型の申請計画中止もあって、1949年の日本国有鉄道発足から1987年の国鉄分割民営化を経て、現在に至るまで国鉄では更新の JR 各社も含め申請の蒸気機関車は存在しない。DD51 開発物語 P103 にはキハ17。 型のピストンが2050円に対し DF50K の、それは10万5000円と、馬力あたりに修正しても9倍の価格差があったと、書かれている、山岡茂げ三菱 ZC707、地上に降りた航空エンジン、鉄道ファン1986年11月号、P132、坂上茂げ高木蒸気機関車技術論に対する疑問以上のもの。 ありがとうございます。